女のためにしばしば手料理を用意してくれるんです。彼女好きなもんか。お野菜が好きなんですって。あの餃子餃子と餃子がお好きなんです。餃子大好き、うん、餃子大好き。でも今ちょっと休み。餃子ちょっとですね。韓国餃子。私デブデブダイエットダイエット。みんなのおかげで日本語もちょっとずつ喋れるようになってきてます。犬人間人間 vegetable no people、うん、人間人参人参 carrot キャロット、okay. こんな感じでいつも貪欲に日本語を学ぼうとしているんです。つつみさんかっこいいね。ねえ。あれなんか急に。あれ照れてないあれ照れるみたいな。おかしいな、つつみさん。シャロヤン照れてる。シャロヤンって、あんたなんちゅうあだ名つけられてんの。まあ、こんな風にみんなから愛されてますわ。はい、わかりました。わかりました。ある日の撮影終わり。彼女が住んでいるマンションに同行させてもらいました。お邪魔します。どうぞThis is my kitchen. シャロさん、はい、料理します、I like to, but I don't have time. やりたいんですけど、時間がない。 So that's why I have a lot of brown rice already made. こういうレトルト食品で玄米とか食べてます。This is like frozen veggies that I make. 冷凍野菜とかですね。It's easy. Some veggies and tofu, tomatoes, cucumber. No meat. Yeah. I don't really cook meat. I usually just eat vegetables when I'm by myself. If I go out, I'll eat meat, but.外ではニンニク食べます。帰宅して休憩も取らないまま、日本語指導の塩屋さんとレッスンが始まりました。それは明日のだったんですか？来週の。来週の。はい。So long to memorize Japanese?、うん、いや、日本語すごく覚えるの大変なので。So, I can't do it the night before. だから、一日前とかその前の晩っていうのは少し。すごく難しいので、1週間前には準備しておくっていうふうにしてます。 It's hard. 大変ですよ。 But it's great. でも本当にこの仕事が好きなんで。あんたすごい女優の鏡やわ。いいこと、悪いこと、楽しいこと、悲しいこと、大切な人がいてくれるから生きてくれる。生きていけるの生きていける。生きていける生きていける。日本に来る時まま反対した。来る時 it's not 来る時 it's 来る時 put stress on 来る日本に来る時 that's it。 こうしてスタジオでも家でも台本と格闘しているんです。 No accent then you can do anything you want to do what do you want to do sleepI know that's not a very interesting answer, but sleep. 即答ですね。シャーロットのセリフ覚えはまだ終わりません。続いて明日のセリフの練習です。ヒロインとして10ヶ月間やり遂げるという責任感がきっと彼女を突き動かしているんですね。大将、エイチナの前に。裸になって裸になって、覚えてない。シャーロットがどうしても覚えられないセリフ、それが大将栄一郎の前で裸になって。特に裸になってがうまく言えないようです。難しい。明日の本番ではうまく言えるんやろか。頑張れシャロヤン。
翌日、いつも通りスタジオでの撮影に臨むシャーロット。昨日あれから遅うまでセリフ覚えてたんやろな。それでもセリフの練習、あくびしながらでもやる。あらららら、とうとう眠ってしまいました。しかしこの後眠気も吹っ飛ぶ嬉しいことが待ってました。29回目の誕生日を翌日に控えたこの日、出演者スタッフが彼女に内緒でパーティーを計画していたんです。イエーイ。アメリカにいるお母さんからもお祝いメッセージが。大好きなお母さんに会えない辛さ、なんかこういうところエリーと被るな。なんで俺の誕生日クランクイン前やねん。たまなくん、それは知らんわ。お祝いムードもつかの間、すぐに撮影が再開。邪魔するね。疲れもピークに達した頃、最後に待っていたのは昨日の晩どうしても言えなかったあのシーン。果たしてうまく言えるやろか。本番よーいスタート。やめとこやめとこ。どうしてエリーちゃん、聞き上手かなわんわ。もうちょっとですっぽだかにされてしまうところやった。あ、大将、エイチローの前で肌着、はい、残念か。あーそっから行こう。ほんまに、ごめんなさい、大阪弁で謝ったで。肌、肌か、肌か、裸になって、裸になって、イエイイエイイエイ、裸になって、裸になって、イエイイエイイエイ。シャーロットが変に気負わんように、これ、つつみさん流の優しさなんです。大将、エイチロの前で裸着く。 I'm so sorry。 ちょっと見ようか。ちょっと行こうと。 Don't tell Pinko さん。ごめん、放送してもうたわ。でもこんな風に何回もハマってしまうことってあるんですよね。裸ってカンペやん。最終兵器出したな、おい。よーさあ。大将、エチロの前で裸になって、え、お母さんのこと話してあげて。エリーちゃん、カット、 OK。 あ、それ、うん、ね、OK、 よう頑張った。じゃあエリーさんも本日以上です。ありがとうございます。お疲れ様でした。裸になって、あんた普通に言えてるがな。 I hope that this show gives everyone courage and strengthBecause you never know what you're capable of until you do it. So, Masa, 見てね。マスさんともっと一緒にいたい。だから結婚した。お願いします。マサも会社も会社で働かせてください。幸せになれる。結婚幸せになれる。エリーは愛する人のために、シャーロットは自分の夢を叶えるために、故郷に家族に一人で日本にやってきました。
second radius from sunny past the sea. While I hear you tinkle, yet I saw a decade. 彼女の冒険はまだまだ続きます。